どうもお疲れ様です。シンガーソングライターのゆうさくです。今回の動画ではですね、ギターの弾き方とか叩き方とかっていうことは、実はもう大体前までの動画で全部ばらまいちゃってですね、あとはもっともっと細かい細かい話になってくるので、今回の動画ではですね、練習のコツというかポイントについて、のノウハウをシェアしようと思います。皆さんはですね、自分がギターの練習してて、弾き語りの練習しててですね、なんか集中力上がりきらないな、うまくいかないなっていう感覚に陥った経験、まあ誰しもあると思うんです。うまく練習ができる時よりもなかなかうまく集中しきれない時の方が多いくらい、物事に自分で意図して集中していくっていうのはなかなかコツがいるというか難しいっていうところなんですね。で、方法が実はあるんですね。今自分がやってる練習に対してぐわっと集中をして、最低限の練習効果をね、短い時間の中でも作り出すっていう方法があるんです。で、今からそれをお伝えします。方法はいくつかあるんですよ。いくつかあるんですけども、まず基本的に覚えておかないといけないことが一つあります。それは集中力がカッと上がっている時と、集中しきれない時っていうのは、フォーカスを合わせているもの、意識を集中しているものが、注目しているものがね、違うんですね。どういうことか。練習に集中できている時って、できていることに集中してません？いい音が鳴ってるな。あ、ここはちょっと気をつけないといけないなっていう風に、自分ができていることに対してどんどん集中、注目を合わせていってる、フォーカスを合わせていってるんです。でも練習ができうまくいかない時って、ああダメだうまくいかない、ああダメだこれもうまくいかないっていう風に、できないことにフォーカス合っちゃってるんですね。なんで集中できてる時っていうのはいいこと、自分にとってプラスポジティブなことに意識が集中できてる、注目ができてる。で、集中ができてない時っていうのは、自分ができないっていうネガティブな情報に対して注目を集めちゃってるっていうことなんです。なんで、ここがポイントなんですね。自分ができてることに注目を集めることができれば、集中力って勝手に上がるんです。まあ要は得意になっていくとか、調子に乗っていくとかね、まあそういう意味なんですけどもね。なので今からバーっといくつか紹介しますけども、どれもこれも基本的に自分ができてる、これが大事、あーこれ素晴らしいっていう、こう自分に対して、ポジティブなところ、自分をワクワクさせてくれる、もりもりと中からエネルギーを湧き出させてくれるっていうところに注目を合わせましょうというお話になってくるんです。で、そうですね、まず一つ感覚的なお話からご紹介します。ですね、この集中する力、夢中になる力、没頭する力っていうのは人間誰しも持ってるんですね。みんなちっちゃかった頃、子供の頃です。自分の頃の記憶がなかったら、皆さんのお子さんであるとか、あと、まあ、小学校の時の友達の背中とかね、そんなのでも構わないです。ちょっと思い出してみてください。校舎の隅っこの方に鏡込んで、ひたすらアリンコ見つめてる子っていませんでした。僕は見つめてるタイプだったんですね。それとか砂場でね、別に何でもない形のものを、もう横から見ると何作ってるかわかんないんですよ。でもそれにもう本当に没頭して、せっせせっせと泥団子を作ったりとか、よくわからないものをクリエイトしたりとかっていうことをしてた経験あると思うんですね。その時の感覚を、思い出すことっていうのは、集中力を高めることに、とても近いんですね。っていうのは、何かに集中してるときってものすごく視界が狭くなりますよね。で、視界が狭くなってる先に何を置くかなんです。あの子たち、例えばアリンコに注目している子たちっていうのは、その地形の上でアリンコが動いているということに対して、すごく視界を狭めてるんですね。で、あの子たちは無意識でやってるんです。僕たちはそれを意識的にするんですね。で、ここでさっきのことを思い出してみてください。自分を盛り上げること、自分をワクワクさせてくれることに対して視界を狭めると、勝手に集中力って上がるんです。だから、この演出をするんだぞとか、こういう世界を表現するんだぞとかっていう設定を一つ決めるんですね。で、自分が練習に取り掛かった瞬間に、その世界の演出っていうのが今まさにできているんだろうかっていうこと、対象ですね、注目させたい部分に向かって
視界を狭めるんですね。なんかよくわかんないの書いちゃいましたけど、とにかくこのことを演出したい。リズムトレーニングだったらリズムトレーニングで、リズムトレーニングで構わないです。クリックのキッコッコッコッキッコッコッコっていう音に対してジャストで今回は落とすんだと。とにかく何が何でも音が狂ってもジャストで、落とすんだというふうに、とても小さな一点に向かって、注目をする。それ以外はとりあえずどうでもいいと考える。ギターの音がポコスコ言おうがなんだろうが、クリックのキンコッコッコキンコッコッコっていう音にドンピシャ当てるんだっていうことに注目して、それだけに集中する。そうすることで、自分の集中力っていうのを、そういうスタートを切ることですね。これに注目するんだっていうものを決めて、でそこにアプローチをかけていくことで自分の集中力を研ぎ澄ませることっていうのができます。で、あとはそのぐっと注目をしている、自分がぼっとしている状態ですね、今ハマってるいいところに来てるぞって思ったら、そのまま、その視点の狭い状態のままぐっと少し後ろ下がるんですね。そしたらここにピッチを気にするだとか、こっちの方に声とギターのサウンドバランスを整えるだとかっていう風な、他の視点っていうのもちらほらと見えてくるようになります。で、結構これ慣れとかね、ある程度自分の腕前が上がってこないと難しいところだったりもするんですけども、まず一つのことにぐっと集中する。いいところにはまったらそこに、少しこう距離を置くような感覚ですね。視界の狭さはそのままです。視界の狭さそのままで、注目していることから一歩引いてみる。そうすると別の大事なことっていうのが視界の中に入り込んできます。それに対してまた、全体を通して、これとこれっていう二つのポイントに対してフォーカスを合わせたりだとか、あれとこれとそれを同時にやってみるっていう風な集中力の配分を決めていくっていうことが、まずは感覚的なアプローチですね。それから、ロジカル的なアプローチ、ちょっと論理的で、そうだな、まあこう言葉で説明しがやすいというか、という集中の仕方です。今お伝えしたようにですね、いい練習ができているとき、いい集中ができているときっていうのは、いろいろなことに対して、さっきのだとリズムをドンピシャで落としていくだとか、で、音と声のバランスを整えるだとかっていう、いろんなポイントに対して、とても、狭い世界、視界の中で、狭い視界の中でこう、なんというのかな、ワイドな感覚でいられるというか、ちょっと矛盾した言葉が混ざりますけど、ビートを気にしながら、このギターの音と声のバランスを気にしながら、なおかつ弦の音がビビらないように気にしながら、でも、お客さんに対しては笑顔でいなきゃいけないから自分の顔の表情を気にしながらっていう風な感じでですね、自分がいい感じに集中できたこと時って、で、いろいろなことに対してとてもフラットに視点が置けるんですね。で、この集中力が高まった状態の時に何をしてるかっていうことを書き残しとくんですね。例えば今日はいい練習ができたなって、よし、じゃあ今からもうあと風呂入って寝るだけだけど、お風呂入る前にメモ一枚ペッて取ってくるんですね。ノートでも構わないんです。で、今日の練習で一番乗ってた時に一体どこに集中、どんなことを気にしてたかっていうことをどんどん書き残していくんですね。書き方は何でも構わないです。紙にこう白い紙にパンって、こんなホワイトボードでみたいなのに、何々って書いてても構わないですね。リズムいってとか、二音ちょいためとか、他にも何でも構わないんですよね。こう、弦の音と声とか、まあ、自分しか読まない情報なので、自分が分かれば大丈夫です。で、弦の音と声っていう、言葉から果たして、何にも集中しきれてないフラットな自分が今の感覚を思い出せるかなっていうことを考えながら、弦の音と声じゃちょっと自信ないな、じゃあどうしようかなって言いながら、こう自分のその時の集中のイメージを言葉に変えていくんですね。で、弦の音と声、弦の音と声、そうだな、じゃあ、は、対等にとか、っていう風にですね、自分がいい感じに集中できてた時に何に集中できたんだろうかっていうことを言葉に変換して紙に残していくんですね。こうすることで次練習さあ始めるぞっていう時にその紙をパッと見れば、あ、前回うまく集中できた時にはこういうところに集中ができてたんだなっていう
ところを思い出しながら次の日の、ギターのファーストタッチにトライができるという風になってきます。これが、ロジカルな、集中力の上げ方ですね。ということなので、これもね、まあ、簡単っちゃ簡単なんですけど、イメージをこういう風に言葉に変換するっていうことに、多少コツがいるというか、慣れが必要なので、もしかしたら最初の頃は自分の中のイメージをうまく、文章に出せないかもしれないです。まあでもこれも繰り返していけば、何とでもうまくなっていきますんで、どうにも、自分の練習に対する集中力、モチベーションの波が落ち着かないっていう方はですね、ぜひ、こういう仕組み、こういう工夫ですね、やって、自分の集中力をコントロールできるようにしてみてください。ということでですね、今回は、自分の練習に向かっていく集中力をどうコントロールしようかというお話でした。一つ目は感覚的なアプローチですね。一つのことにまずぐーっと没頭していく。自分が子供だった頃、もしくは、他の子供が何か一つのことに没頭していた時の様子を思い出して、それを真似るように自分の中の、視点を一つのことに対してどんどん狭めていく。で、それに対する集中がガッと決まったら、そこから一歩下がって別のものをその視点の向こうに入れてみるという風な感覚的なアプローチ。それから、ロジカルなアプローチですね。自分がうまく集中できたっていう時に、忘れずにその時に何に集中をしていたのかということをどんどんその時の感覚の言葉で書き出していく。で、次の日の練習であったり何日か後の練習の時に、その時の集中リストっていうものをしっかりチェックして、その時の集中してた感覚を、そうだった、こうだった、こうだったっていう風に呼び覚ましてから、その日の練習に挑んでいくと。いう二つのアプローチをですね、今回はシェアいたしました。どちらも多少コツがいりますが、大切なことは、集中できているときはとにかく自分に対してポジティブなことに集中をしているんだぞ。注目を寄せているんだぞ。できていないときは、できないってことに注目を浴びせちゃってるんだよっていうことをまず自覚しましょうね。ということで、意識して自分に対して前向きな情報にフォーカスを合わせる工夫をしていきましょうということです。こうしなきゃいけないってことはないですね。皆さんが、注目しやすいものを集中力を上げやすいものっていうのを自分と話し合いながら、見つけてもらえるとまた最高かなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。今日も頑張りましょう。